皆さんこんにちは、ギタリストの吉住和弘です。今日はですね、クラシックギターのテクニックの根幹部分ですよね、指弾きと言いますけどもね、この音を出す、右手の構えのことについてお話をしたいと思います。でですね、この右手のテクニックなんですけども、クラシックギターっていう言葉でこう、いろいろギタリストがたくさん世界中にいて、YouTube でいろんな方の演奏を見られると思うんですけども、結構ね、いろんなこう手の構えがあると思いませんか、ね。で、私はスペインにギターを勉強しに行きまして、ずっとやはりスペインのギタリストと付き合いが深いものですから、このスペイン人のですね、これもまた人それぞれあるっちゃあるんですけども、スペインの、クラシックのギタリストの標準的なところのこう構えというものをですね、ちょっと定義させていただいて、これをですね、今日は、YouTube で公開しようかなと思う次第です。ではですね、この構えのことにちょっと早速、実践をしてみたいと思うんですけども、まず右手出していただいてよろしいですか、ね。以前のビデオで左手のテクニックの紹介のところでおしゃぶり型なんてお話ししましたけど、まず、手の握り方をちょっと復習しましょう。これね、必ず小指から曲げていくっていうことをね、実行してください。で、親指はあまり深く曲げません。人差し指のこの側面部分にそっと添えるだけです。で、親指はですね、軽くこう伸ばし気味ですね。ですので、ちょっと、指先が若干反るぐらい、ね、これが基本の形、動きになりますので、これをまず、一番最初に、練習してください。小指から握っていく、親指は人差し指の側面にそっと、置きに行くわけですね。はい、よろしいでしょうか。そしたらこの動作をですね、ギターの上でやっていきましょうということになるわけなんですけども、ちょっとこのふうに見てもらうと分かるかな。はい、もう一回手を開きますね。で、ギターの右手のテクニックなんですけども、フラメンコでこうラスギャルでこう弾いていくとき以外、ちょっと小指は使いませんね。ですので小指は薬指の付属物ということでこうくっつけておいてください。これもすごく大事なことです。カラオケのこうね、小指がたマイクを握ってるね、この、手の小指が立ってるみたいな恥ずかしいのありますよね。これもギターでねやっちゃいけないです。やっぱちょっと恥ずかしいので、小指から曲げていけばこれ小指絶対立ちませんからね。小指から曲げていくってことを覚えてくださいね。で、この薬指と一体化させてもらうことで、これも小指が離れなくなってきますから、この小指と薬指くっつけた状態で、一弦に対してこうね、このボディのへりの方から下側になりますかね、実際の構えできましたね、下側からアプローチして、私は爪がありますので、爪に引っかかるところで止めます。で、中指が、同じく一弦に触って引っかかります。人差し指が触って引っかかります。で、親指ですね。これが、やはりこの側面に行きたいんですけども、弦に触らないと意味がありませんので、一弦にこう上側からね、構えでいったら上になると思うんですけども、上側からこうセットしていきます。で、この親指の第一関節のシワがちょうど、人差し指から出たあたりにこうあるかなと、人差し指隠れないようにちょっと出るかなっていうぐらいですね、に構えていただくと、いいかなと思います。これで、上下でですね、弦を挟むような形で指が、一直線に並んだと思います。で、この形を作るということがですね、構えを作るときに非常に重要なこう物差しのような形になりますので、必ずちょっとこの形をとってから皆さん自分の構えというものを作るようにしてみてください。はい、ではですね、この一直線並んだこの構えなんですけども、ちょっと音の出し方とかですね、指の運び方をちょっとこれでご説明したいと思います。まずね、親指の動きについてちょっと解説しましょうかね。親指なんですけども、これはこのまま下にポンと親指を落とすだけ、落とすだけなんですけども、極力ね、力入れないでほしいですね。はい。一番いいのは、親指がですね、だんだんこう、重くなっていって、どこかで、ほんの一押し、ポンとこう、押し出してあげると、今みたいにポコッとこう、音が出て、
ていうことになるわけなんですけども、こういうふうにですね、なんかこう自分からこう能動的にというんですかね、積極的に親指を弾きに行きますとね、まあ親指 そのまあ筋肉の音とでも言いましょうかね、が乗りましてね、ちょっと音が鈍くなるんですよね。ですので、まあ極力ですね、まあ肩の力、肘の力抜いてもらっていきますとね、だんだんその親指が重たくなるって感じが分かってくると思うんですよね。この、重さを感じつつ、まあ本当に最後一押し、まあ、そこは能動的になるわけなんですけども、5ミリ下ぐらい、今ある親指の位置から5ミリ下あたりぐらいに落とすぞというような感じで一押ししてあげると、まあ、こんな感じになるわけですね。はい、これは親指の使い方ですね。で、あとこちら残りのですね、人差し指から薬指までですね、まあ、小指は薬指の付属物というお話だったですけども、こちら側から見ていただきましょうかね。こんな感じで、はい、今こう親指と、それ以外の指が一元にまとまってる関係で、非常にこう、この拳が閉じた状態になってますね。で、この薬指ちょっと見ていただきたいんですけども、このまあ弦というか表面板に対してですね、割と垂直に立ってるように見えませんかね。はい、このね、薬指を一元に対して垂直に立てるということをしたくてですね、この構えを今作ってるわけなんですけども、こうなってるというのを確認していただいた上でですね、まずは、指一本一本ちょっとあの大変なので、人差し指から、まあ、薬指で、まあ、もちろん小指も一緒に付属してですね、弦を上の方に書き上げるちょっと練習をしてみたいと思いますね。まあ、これはあの、おのおのの指が、動く方向の確認というような意味があるわけなんですけども、ちょっとこの角度で見てみましょうかね。はい、ですね、このままとりあえずあまり細かいこと言いません、弦をこのまま弾いてみたいと思うんですけども、この弾いた指を、このままですね、指の、指じゃない、手のひら、手のひらに触るまでちょっとこういうふうな形でね、振り切ってみてください。もう一回戻しました。はい、ね、一弦にセットしましたね。このような形で手のひらに触るまで、ね、動かす弾く練習をちょっとしてみてください。これはね、冷え症のビデオでも解説しましたけども、この指のね、付け根の関節、特に大人の生徒さん、硬くなっちゃってる方多いので、なぜここが動くか動かないか、これがもうギターが上手くなるかならないかの、本当にもう、もうターニングポイントみたいなところなので、ここをね、やはり活性化するという意味も込めまして、今の手のひらに触りに行くというちょっと練習をしていただきたいんですね。で、この手のひらに触りに行くんですけども、最初にも手前の方でもいいですよね、しょうがない。でも、だんだんね、こう、手首に近いところ、深く曲げながら、こう、ポロンとね、音が出せるようになっていってもらうといいんじゃないかなと思います。はい。よろしいでしょうか。でですね、今の親指の動き、あとこの人差し指から小指までの動きですね、上から下に、下から上に、これちょうどね、180度交差するような力加減ですので、分かると思うんですけども、このあまり弦のことを考えないで、今みたいにですね、指が自然に動く方向、というのをですね、体で感じて、できるだけ再現するように、練習してみてください。これすごく大切なコツだと思います。でですね、この状態から、親指は6弦に、ね、人差し指は3弦に、中指は2弦にというふうにしてこう構えを作ってください。で、この状態で、まあ肘なり肩なりをちょっとこう回して、座りがいいところを作ってもらえれば、右手の構えの完成です。こうすればね、先ほどの、薬指が一弦の上に90度、の形でこうね、キープできていると思いますので、他の弦を間違って弾いたりとかいうことが少なくなると思いますし、バランスのいい、力の力みのないフォームになっていくと思いますので、ちょっとこんな風にね、練習というか構えを作るちょっと練習をしてみてください、ね、そうすれば、ね、しっかりと腰のある芯のあるスペインらしい、ギターの、音が出ると思います。
ということで今日はあの右手の構えのことについてお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。